ソロモナ使っとる割にソロモナっぽくないというか、でこのシャツの巻き方もいろいろ考えたんよ。ドラミーシリーズがちょっと好きすぎて、あの白のさジャケットも可愛いし、どれにしよう。こんにちは、ウッディハウスのしみです。しみさんにいきなりですが質問です。好きな色を3つ教えてください。とりあえず水色、白とピンクかな、その3つかな最近は。おお、その3つの色を取り入れたコーデを1つずつ計3コーデ考えてください。絶対にそのカラー、今言われたカラーをコーデのどこかに取り入れなければならない。水色が入ってるコーデと、白が入ってるコーデと、ピンクが入ってるコーデを考えてください。はい、はい、頑張る。もう考えますよ、今から。今から、今から考えますよ。分かった。今から考えてくださいね。まあ時間は特にないんで、うん、考えてくださいね。はい、行きましょう。はーい、行ってきまーす。まさかあれですね、色聞かれてこうなるとはって感じ。まさか、ただ答えただけやのに。こうなるとは思ってない。やっぱ好きな色だから。そうやな、慣れてはいらっしゃるんじゃないですか。うんうん、慣れてる、慣れてる。そうやな、どこでピンクが出るのかって感じですよね。どこでピンク使おう。急にね、言われて。かわいそう、かわいそう。いけそうっすか。いけそう。後ほど、はい、その色のコーデでお会いしましょう。はい、では、ま、後ほど、はい。色指定コーデ、はい、それは何色のコーデですか。これは白色です。これはソラモナポッシェのシアージャケットと、ソラモナの T シャツにソラモナのデニム、あとソラモナの幅です。オールソラモナ。で靴はあの白っぽいサンダルが良かったんで、私物のサンダル持ってきました。そしてアクセサリーも。あ、それとアクセサリーはエリカ・ニコラス・ベイゲインのナバホパールです。コーデのポイントを聞いてもいいでしょうか。白ってなった時に、私この白のこのラミーのこのジャケットが大好きで、これが絶対使いたいと思って、もう商品ページは割ときれいめな感じだったんで、ナチュラルカジュアルな感じにしたくて、そんな感じでコーデ組みました。オールソラモナですけど、どこのどのページでも見ない感じの、なコーデですよね。そうやな、なんかソラモナ使っとる割にソラモナっぽくないというか。はい、さっき気づいたんや、全部ソラモナやって。さっき気づいた。え、じゃあそのあんまり気にせず選んでたら、全部ソラモナやったってことですか。そう T シャツとか3種類ありません。3種類あるな。なんでそれを、カレッジみたいなロゴが一番古着っぽい感じで、あのカジュアルさが出るかなと思ってこのプリント選びました。デニムはあれですか、ルーズの方ですか。そう、ルーズのやつ。シミさんの身長でサイズは何を測れてますか。これ本当は大きいんやけど L サイズですね。へえ、私 の, あの身長と体型やったら M がぴったりなんですけど、これは L サイズです。わざとですか。なんかあえて、なんかゆったりダボっと履きたかったんで、ちょっとでも丈が長いから後ろちょっと一折りしつつ、ゆったりダボっと履いてます。これでも全然腰では止まってるんで落ちない感じで履けますね。ソラモナの中でも新鮮な感じのコーデなのではないでしょうか。そうやな、多分自分でできて、えってなった。私天才みたいな。違う、ちょっとこれは私天才かもってなったコーデ。もう小物も白で統一しようって感じですか。そう、もうせっかく白コーデって言うとるからさ、なんか他の色持ってくるとこう白がちょっと霞んでしまうかなと思ったんで、まあ、ちょうど白も相性良かったし、白いカバンと白い靴で、小物は全部白で整えてみました。一瞬青か思いましたもん。デニムやから、はい、実は白でした。おー。じゃあ
次は何色が来るのか。まあ、いろいろありますのよ。ありますのよ。なるほど。にもおお、なるほど。じゃあちょっと楽しみにしております。はい、じゃあ、はい、着替えていきましょう。はーい。はーい。まーす。はーい。何色かお分かりかと思うんですけど。これはピンクです。シャツはソロモナラームのチェックシャツと T シャツはつむぐの T シャツ。でパンツはエイトレインズのパンツとオーガニックハンドルームのグルカサンダル。ザ・バグマッティのカゴバッグです。はい。コーデのポイントお願いします。でもピンクってもいろいろあるやん、はい。薄いのから濃いのもあるんやけど、私このちょうど薄めのピンクが大好きで、ドンピシャのピンク発見したんで、もこれはこれ使わない。と思ってこれをチョイスしました。で、まあ、ピンクやからリネンとかなんかナチュラルな感じを持ってくるとすごいナチュラルな感じに仕上がってしまうかなと思ったんで、まあ、上は T シャツでカジュアルな感じと、あとこうピンクに相性のいい銀ガムチェック。めっちゃ相性いいやな、この白黒の銀ガムチェック。清水さん銀ガムチェック使うの上手すぎます。結構この銀ガムチェックってモノトーンなコードとかに使われがちなんですけど、このピンクとかやっぱ白黒やから色物とかにももちろん相性が良くて、でこういうピンクとかに使うとナチュラルに銀ガムが使える感じが可愛いんですよ。でなんかもうトータル的にナチュラルカジュアルみたいな感じにしたかったんで、もうカゴバッグを持ってきてナチュラル要素をプラスした感じです。なんか意外とロゴもピンクやし、パンツなんでもピンクじゃないですか、なのにピンクの主張がいい意味で控えめで、めっちゃ可愛いです。ピンクってやっぱりどっちかというとメインというよりかはサブになりがち、アクセント感覚になりがちなんかなってコーデとかは思ってたから、そんな上も下もピンクを取り入れてくださるなんてっていう衝撃。このなんかロゴのピンクもこのピンクとちょうど相性が良くて、例えばここのピンクがめっちゃ濃かったりするとなんかあんまり合わないと思うんですけど、結構トーンが似とるというか、パンツのピンクとこのロゴのピンクのトーンが似てることで一緒にコーディネートしても違和感がないのかなって思って、なんか初めはもうここに白黒のロゴとか持ってきてたんですけど、もうあえてピンクにしようと思って、その他本当はその白黒にしたかったところを銀ガムチェックで補填したというか、すげえ感じです。計算されている。でこのシャツの巻き方もいろいろ考えたんよ。せっかくここにピンクのロゴ持ってきたのに斜め掛けするとピンクのロゴが潰れちゃうんで、腰巻きもまあいいんですけど、なんかナチュラルカジュアルにしたい時に結構腰に巻くとカジュアルな感じに近くなってしまうので、肩に巻くっていうのもナチュラル感があるのかなって思ってるんですけど、はい、めっちゃしっくりきてます。こう使う時もどこに巻くのがバランスがいいかなって鏡の前でチェックして置いてみると、なんかよりコーデがまとまるんかなって感じですね。ということは、はい、最後は、あの色ですね。はい。行きましょう。はい。はい、では行ってまいります。はい。ラスト。ラスト。これは水色です。水色をあえてシックに着られてるんですね。そう。これはソラモナポッシェのラミーシャツと T シャツは水色インドの T シャツで、ソラモナのモッツァレラのスカートとトリオプのサンダルとタイドウェイのバッグです。ネックレスはエリカ・ニコラス・ビーゲイのネックレスです。本当よく言いますね。私も言えませんもん。ニコラスなんちゃらしかもです。コーデのポイントお願いします。はい、この水色の色、これもなんかやっぱ色物って一言で水色とかピンクとかって言ってもなんかいろいろあるやん。水色も薄いのから濃いのまでいろいろあって、で私もこの水色ドンピシャ、おお、めっちゃ可愛い。くすんだ水色が好きなんですね。そう、なんか薄すぎずかといって明るすぎず濃すぎずみたいな、この水色がもうちょうどドンピシャで、このアイテムを使いたいと思って選んだんですけど、結構あの商品ページではカジュアルとかナチュラルな感じの雰囲気のコーデが多かったので、なんかこれをあえてきれいめに着てみようかなと思って、これもお気に入りの水色インドの T シャツとタイトスカートでちょっときれいめな感じにしてみました。
水色の色をなんかかっこよく着こなすイメージがなかったの で、 でしかもその結構カジュアルお好きじゃないですか、うん、だから王道に来ると思ってたんですよ、うん、水色裏切ったな、はい、まんまと水色オン水色、水色イン水色、うん、水色に水色それは偶然ですか？偶然そんなここも怖いやんそこまで計算されたのかなと思っていやもうたまたまこの絵に合わせたいなと思ってそしたら水色イン水色やったってことですか？うん、そう透け感があることで、うん、なんかフォトティーがさりげないアクセントになっていいですね。ロゴとかでも可愛いんやけどあえてこう綺麗めより、うん、なんかロゴよりもさらに綺麗めに使えるのはフォトティーかなと思ってちょうどお気に入りやしなんかサンダルをあえてちょっとスポーティーな感じ、うん、そうそうそう、それもなんかありますか、うん、理由とか。そうなんか、まあ、レザーでも全然いいんやけどなんかちょっと私らしさスポーティーさとかカジュアルさを、まあ、カバンはもうレザーでちょっとかっこいいかっこよく持ってるんで足元はあえて外してあのスポーティーさを出しつつでもあのしっかりきれいめな感じでもまとまる感じのこのトリオプのサンダルを持ってきてみました。ほんまにこの色が好きやからなんかめっちゃ言ってくるその色がご利用してそうこの色ご利用してそれリアルバイするんですか？リアルバイするんですか？リアルバイそう形いっぱいあるやんめっちゃ迷ってんて欲しいけどどの形がいいか迷って決めきれんくてでもこの着てみたらやっぱこの形合わせやすそうやなと思ってこれかなって今なっとるとこ。じゃあ近日中に買ってるかもしれない。ラミーシリーズがちょっと好きすぎてあの白のさジャケットも可愛いしどれにしよう。これちょっと購入品までできそうですね。話変わっちゃうけど夏の購入品でこれがねそうやな何を買われたのか、うんうん、ラミーシリーズは一体何着買われて、うん、何色を買われたのか、うん、いけそうですね薄いのはい夏しましょう来月再来月あたりしましょうか以上、はい、色指定コーデでした。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、いかがでしたか？そう今回だって好きな色聞かれて好きな色言ったらいきなりコーデ組んでくださいみたいな無茶ぶりが来たからそうですそうけどやってみたら結構どのコーデもなんかお気に入りコーデができたしなんか普段の商品ページとかで考えとるようなコーデとかじゃないやつとかも生まれたりとかして、まあ、特に白のコーデとか、うんうんうん、なんかコーデ組みながら私すごないみたいなちょっと自画自賛みたい な、 なんかコーデも生まれたりとかしてなんか結構楽しかった。自分で言った色や毛やしなんか好きに選べるけどその自由さの中で何をチョイスするかみたいなところはちょっと難しいところもあったんですけどでもこう仕上がってみて意外とみたいなのができたんで自分の中では満足しております。小物で持ってきたとかじゃなくて、うんうん、もう全部メインで持ってきてるのがすげーと思って、うん、いやなんか小物で持ってくると負けかなと思ってあもうあそこは自分の好きな選んだ色やけどなんかほんまに自分の好きな色があったしなんかもう品揃えのワイヤーに感謝やなありがとうございました。急にも関わらずありがとうはい、ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。グッドボタンやチャンネル登録、あとあのコーデ良かったよ、このコーデも良かったよみたいなコメントもどしどしお待ちしております。はい、はい、では次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。